まあ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 、それ一回やってみたかったんでね、やりますけどね。はい、28日、祝賀戦ですね。やるか。はい、強者、いつも通りっつうかこんな感じですね。この状態で勝ちに行くそうですね、レイカーズ。いつも通りのスタメンらしいですね。本当に、やるんか？レブロンとAD疲れてると思うぞ。休んでいいんじゃないか？ロードトリップ中だぞ。次のピストン戦で本気出せばいいんじゃないか？まあ、勝ちに来てるところで、注目ポイントですが、まあ、エンビード VS AD なのは明確なんですけど、まあ、エンビードさん、リーグ有数の、フロッパーというところで、フリースローバコバコ稼いできます。AD さん、ファールアウト注意しましょうね。まあ、ファールアウトするだろうと思って、僕は今日 AD に全くかける気ではいません。まあ、前回ね、クリスティがドドバンビッチで封殺しちゃってところで、似たようなタイプではあるんですよね、マキシー。ガンガンドライブしてくるし、シュート力もあるっていうシューティングガード。この、マキシー・クリーバーをクリスティどう守れるかってところですが、さすがに、まあ、信頼はしますけどね。3番、こちらが有利な部分はほぼない。やめてー。絶対無理だよ。まあ、強いて言うんだったら、その、もう、シクサーズはハーフコートバスケットチームなんで、マキシーの速攻以外は。どっちかっていうとこっちは早いテンポに持ち込みたいですね。がっつり引いて守るんではなくて、こちらもガンガン攻めて試行回数増やしてっていうのを、リーブスとディーロにやってほしいです。収支はマイナス1万円ですね。いやー。減らしたくないなぁ。増やしたいなぁ。という感じで、こんな感じでかけてみました。もう3000以上かける勇気はない。レイカーズの勝利4つも、もう今の時点で 2.78 倍まで上がっていた。はい。だからまあ、かけはするよ。この動画を面白くするためのものですからね。かけはするんですけど、なんか手が滑った感じするな。間違った感じがするな。うん。やっぱ、オッズが上がってるものにかけとかないと、ただただ失敗した時に、ローリスク取ってお金失うだけなんで、全部今回、2倍のものにかけてきました。はい。ギャンブラーですね、私。さあ、この結末がいかなるものになるかは、注目でございます。では、1クォーターの解説から行きましょう。はい。1クォーター見終わったんですが、まさかのシフィーのデビューしましたね。あ、ここで来るんだ、と。じゃあ、怪我治った後、なんで今まで出さなかったって話なんですけど、はい。まあ、デビューしました。あ、ドヤ顔でヘイズのコーナー3ポイント選択したの笑ったけどね。はい、何やともあれちょっとデビュー戦なんで頑張ってください。で、レイカーズね、ちょっと今日映像をねゆっくり使ってみようかと思うんですけど、シクサーズに対してディナイディフェンスを頑張ってました。ディナイっていうのはこうボールを入れさせないようにする結構ハードなディフェンスね。なかなか疲れちゃうんで常にはできないんですけど、もうエンビードにとにかくボールを入れさせないようにしようっていうのを頑張ってました。で、ディーローなんかもこれバトゥームにミスマッチ使われてる時にオフボールでディナイ頑張ってましたね。まあ、これが後半実るかどうかだね。1クォーターはそんなに実ってませんでしたけど。で、まあ、結局エンビード止まんないんだよね。自分の攻めもそうだし、フリースローは取ってくるし、オフェンスリバウンドも取ってくるし、マジで止まんないね。てのとシクサーズはポールリードをね、第1クォーター後半に入れて、2ビッグも試しましたね。で、まあそこに、レイカーズも慌ててヘイズ投入して、AD との2ビッグにしたんだけど、まあ微妙って感じかな。そう。で、得点に関してはもうほぼ AD でしたね。AD はめっちゃ頑張ってる。ただ他のシュート、レイカーズほぼ入らないって感じかな。ちょっとこのままだとね、まあ冒頭での死んだ、お通夜モードの通りになりそうなんで、頑張ってほしいっすね。はい、第2クォーター以降どうなったでしょうか。ちなみにレイカーズのオッズは第1クォーター終了時点で6倍にまで上がってました。今日はかける意味ないかな。はい、第2クォーター見終わりましたけど、やばいって、シクサーズのスリーポイント止まんない止まんない。もうベバリーまで入り出したら無理なんだから。はい。上振れてますね。まあ、もともと得意なチームだとは思うんですけど、リーグトップクラスのオフェンシブレーティングを誇るシクサーズのオフェンスを全く止められないし、我々のごとくリバウンドは取られまくりましたね。まあでもね、対照的にレイカーズのオフェンスが1クォーターよりはうまくいきましたね。今日はリーブスのタッチが調子いいし、まあレブロンも悪くはないって感じ。まあただ、一時期24点差ついて、なんとか20点差は切った終わり方はしましたけど、ちょっとこのままだとね、ガベージいきそうな予感するよね。でもシクサーズのね、そのトップからウィングにかけて、そのハンドオフでめっちゃパス交換してね、ギャップ探したり、レイカーズのディフェンスを翻弄して、リズムを作らせないみたいなオフェンスがすごくいいですね。いや、もうこれがニックナス体制の象徴ですね。いや、素晴らしいオフェンスです。はい。まあ、負けるにしても収穫ある負けにしましょうか。ちょっとまあ、悪くない終わり方なんだけど、勝つ路が見出せない。こっからどうやって勝つんっていう出来でした。まあ、ちょっと追加投資してきたけどさ、そりゃもう、こんだけオッズ上がったらかけるわ。でも、もういっぱいかけたところで多分話にならんから、もう1000円だけかけてきた。でもこれ1000円かけても8000円9000円になるからね。はい。まあもうこれは募金っていう感じですね。どうなることでしょうか。今のところスタッツ掛けの方もね、いやもうこれガベージ逆に行かないとね、俺負けるわ。レイカーズのもうレブロンと AD には今日かけない。無理だよ。得点こそ伸びてるけどね。エンビードとマキシも止まんないから得点伸びてるけど、ガベージに行ってくれたら彼らも下がるんで。はい。もうなんか天の弱ですけど、もうガベージ行こうよ。はい。まあでも勝ってほしいからね。勝ってくれることに越したことはない。第3クォーター行きましょう。はい。第3クォーターですが、いや、てかもうエンビードがボール持つと。
全部ファールになるな、あれ。チートじゃねえか。そんなファールになる？いやまあね、レイカーズと対戦してるチームも同じこと思ってんのかもしんないよ。AD とかレブロンもファールもらえるからね。ただ、エンビードに関しては得点のほぼほぼファールなんよ、フリースロー。勘弁してください。まあ、ちょっと外してくれてはいるけど、勘弁してください。そりゃ得点効率いいって。はぁ、あ。でも意外と試合壊れてないんだよね。ガベージにはいかなそうな点数してる。だからまあもうエンビードとマキシの得点アンダーは無理かな。あと1点とかだもん。それは無理だよ。でもね、意外とね、プリンスがいいんだよね。オフェンスでもディフェンスでも。シクサーズのウィング陣にはあんまり点をやってない。し、プリンス3ポイントも2ポイントも頑張ってるからね。まあ今日いい子なんですけど、どうだろうね。なんかレイカーズ、しかも第4クォーターめっちゃ強いんだって。なんかリーグ1位らしいよ、第4クォーターのオフェンシブレーティングとか強さそのものがね。だから一応なんか点数詰めるんかな、どうだろうね。ガベージいかなそうだなこれ。はい、というわけでね、いやまあ勝ってくれると嬉しいけどね。もう1クォーターまあ勝ってくれると嬉しいけどね。俺も追加投射してるわけだし、エンビードとマキシオも終わるから絶対賭けの方は。はい、お願いします。なんとかマブス戦のような夢を見させてください。でもマブス戦負けてるからね、あのカイリーみたいなことをしないようにね。はい、お願いします。ここで何があった？何もなかった。うん、なかったことにしたい。今日は試合なんてなかったんだ。うん。はい、ガベージでした。お疲れした。ガベージですら弱かったね。はい、まあもうシクサーズを褒めましょう。今日はもう解説することないですね、本校大会しは。はい、と、敗因なんですけど、まあ、そのレイカーズのオフェンスがね、そのハーフコートバスケっすよね。ハーフコートでゆっくりなんとかね、レブロンもコネコネしようとするんだけど、で、結果スリーポイントとか、フショットになっちゃって、意味ないんだよね。時間かける意味がなかった。だったら、僕がちょっと冒頭で言った、スピードのあるバスケ。これが普段綺麗なトランジションスリーポイントとか打ちまくってた方が、まだなんとかなったかもしんないね。オフェンスの試行回数が圧倒的に足りませんでした。しょうがないです。シクサーズオフェンスえぐいね。いや、やばすぎる。あのエンビードとマキシのもうハンドオフスクリーンでのオフェンスの展開、あれでもうギャップを作りに作られまくれに注目しようものだったら、他のウィング陣にパスが回り、スリーポイントをバコバコ決められるって試合でしたね。はい、お見事です。これはもうニックナースこのオフェンスシステム作ったところを褒めましょう。完成度っすよね。ディフェンスも素晴らしかった。シクサーズのディフェンダーのさ、寄りの速さ見た？マジ速いからね。選手あんな動かんもん。このコーチングマネジメントの差が如実に出ました。チームとしての差がすごかった。もう今日は負けるべくして負けたんで、もうこれ以上グダグダ言わないようにしましょう。シクサーズ褒めましょう。で、うちはプレイオフまでに完成度を高めていきましょう。ベッティングですが、はい、ボロボロですね。エンビードもね、あと1点だったんだけどね。はい、ちょうど31点取ってきたからね。はい、まあ、結果レブロンと AD にもかけなくてよかったから見込みは合ってたんだけど、まあ、D ローとリーブスがね、思ったより伸びませんでしたね。いやー、難しい。いや、今日はね、もうぶっちゃけね、誰にかけても無理だったと思う、レイガード選手には。いや、ほんとね、ベッティングに関してもマジで勝たねえと勝てない。勝っても負けるときあるんだけど、はい、勉強したいと思います。反省します。まずはもうシクサーズを褒めましょうか。ニックナースが素晴らしいよ。1年目でこのバスケを作り上げたら本当にやばい。本当はラプターズでやりたかったゲームチェンジャーを一人添えて、周りの選手がそれをサポートするみたいなところをシクサーズでは完璧にできてますね。そしてそれに応えるエンビードとマキシーも素晴らしい。お互いにエゴ全然ないもん。二人とも30点取ってるけど、もう球離れめっちゃいいのよ。一人じゃ無理だなーと思ったらパスして、あ、俺も無理だわ、でもお前空いてるわーつってパスして、他のモリスとかローコーとかバートゥーム、ベバリー、ベルトにもちゃんとパス出すし、お手上げですよ。乾杯です。完成度高すぎ。でもベバリー、お前ははしゃぎすぎだ。それをレイカーズでやれ。別にね、今日うちは乾杯したけども、選手個人はいつもよりいいとは思うよ。 AD に関しても確かにエンビードにやられてたけど、もうあんな無理よ。あれをファールなしでどうやって止めればいいの、俺わからんよ。何なんだろうね、エンビードの攻めにはなんか笛の守り神がついてんだろうね。オフェンスも1クォーターはエンビード相手に逃げずにちゃんと立ち向かってましたし、いつものようにね、緑逃げてたわけじゃないので、まあそこは褒めてあげたいですね。レブロンもね、シュートタッチめっちゃ良かったんだけどね。効果的なゲームメイクもできてたんで、いつもよりなんかこうターンオーバーとかも少なかったんですけど、ちょっと他のね、ディフェンスでちょっとやられてしまった時にボディーランゲージで、おめえ何やってんだみたいな多かったね。あとはもう今のうちのね、怪我人のメンツだと勝てないんで、もうだと思ったら、あ、ちょっとごめん、俺今日疲れてるから休んでもいい、また後半本気出すわっつって自らロードマネジメントを申し入れてください。プリンス良くなってきましたね。これを復調だと信じたい。このシュートタッチとディフェンスさえあれば、他の勝ち試合とかでパワー見せつけられるんで、頼むからまた落ちるようなことはないでくれ。ディーロも別に悪くなかったんだけど、もうちょいミニッツもらえてれば活躍したってイメージかな。もう今日はしゃあない。うん、もうしゃあない。
リーブスも前半良かったんだけどね、決めてほしいところでいつものディープ3が入らなかったってイメージかな。まああれもね、いつも入るわけじゃないとは思うんで、うん、何回も今日しゃあない。クリスティも別に悪くなかったんだけど、まあ3ポイント1本は決めてほしかったかな。ディフェンスもね、ちょっとマキシー相手には格の違い見せつけられましたね。まあ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 、ローテーションに組み込む活躍を維持してほしいですね。ウッドはもうエンビードにバーベキューチキンにされてましたね。もうちょっとね、2ビッグの時にエンビード止められるかなと思ったけど、そういうことでもなくリバウンドも取れずといったところ。彼もいい時と悪い時はっきりしてるんでね、もうちょっとこう真ん中の活躍とかできないですかね。ヘイズ、マジでトラベリングすんな。もうドリブルつくな。ガベージでのオフェンス力のなさもひどかったけどね。はい、センター2人しっかりしてください。はい、シフィーのデビュー戦お疲れ様でした。ようこそ NBA。まあ、2、3分しか出てませんからね。今、レイカーズプレイメーカーが全く足りてないんで、そこで力見せつけて、メインの時間帯でのプレイミニッツ増やしてほしいですね。でも、にしても3ポイント全く入る気しねえな。あそこはちょっと時間かかりそうだな。あとのガベージのメンツは省きますね。まあ、このガベージのメンツの人たちもさ、誰か一人でもローテに入り込める活躍してくれるんだったら、今の怪我人状態回復するんだけどね。ちょっと難しいから補強を早くしてほしいな。はい、次の試合に切り替えていきましょう。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ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 、まあ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 、そんな時もあるよ。あさってですね、ピストン戦っていうところで、はい、ゴージャスタイムですね。ご褒美タイムですね。現在ピストンズ何連敗だったっけ ?13 連敗とかしてないか。え ?2 勝しかしてないんだっけ。いや、そりゃさすがにいけるでしょ。はい、もう前半でブローアウトして後半休みましょう。で、次の日も試合あるんだ。サンダー戦があるんだ。サンダー戦休まない。ただこんなに怪我人が増えてる状態でスタメン酷使して結局勝てないみたいな方が辛いからさ、それでスタメンたちもまた怪我で増えてきたら、せっかく今怪我した人が戻ってきても意味ないからね。はい、まあ、そこら辺ね、ロードマネジメントちょっと今レイカーズ内部でどうなってるかわかんないですけど、まあ、やれるとこははっきりやってもいいかなって僕は思ってます。あとピストンズに関してもリクエストベッティングお待ちしてます。多分ね、レイカーズの相当低いと思うからね、面白い影があったら教えてください。あと最近ラジオ動画でね、質問とかも募集してるんで、ぜひね、メールとかもね貼っつけてますんで、ツイッターとかに、はい、質問とかも気軽にお願いします。はい、ではまた明後日お会いしましょう。切り替えていきましょう。さよならす。メンバーシップ会員募集中です。登録者が増えて事業資金が貯まりましたら、私国内に NBA の古着店や飲食店を開きたいと考えております。応援していただけるという方はぜひ入ってくれると嬉しいです。私と一緒に NBA バスケコミュニティを盛り上げていきましょう。